界に引き続き竜の玉を取りに行くよ。と、なんでこんなハリボテの城に来たの？まあハリボテ城には特に用事はなくて、用があるのはこの先だわな。何があるの？ふふふ、それはね。じゃーん、モンスター村でした。モンスター村？殲滅するの？しないしない。ほら、前魔法使いの村に行った時に、魔物をいっぱい飼ってた家あったじゃん。あったっけ？あったよ。そこから逃げ出してきたらしいんだよね。あの頃からすごくおとなしい魔物たちばっかりだったし、ここにいる子もみんないい子ばっかりだよ。その割にはなんか野蛮な催しやってるみたいなんだけど。人間だって相撲したりプロレスやったりすんじゃん。魔法使いの村から出て行った魔物たち。ということはモンスター爺さんは今一人寂しく余生を過ごしてるって感じなのかな？ファンタジーなのに介護問題勃発だね。ああ、これそういう問題なんだ。とりあえず今度余裕あったら行ってみようよ。私あの魔法使いの村、好きじゃないんだよね。みんな好き勝手ばっかりやってさ、火つけてきたくなるもん。いやまあわかるけど、そこまで？転がってる魔法使いとか蹴りたくなんない？まあまあおじいちゃんなんだし、日向ぼっこもするよね。スケルトンってああいう風にして寝るんだ。寝てる間に犬とかが骨一本加えてどっか行っちゃったとかなったらどうすんだろうね。どうだろう、死ぬ？細かいところならまだしも、背骨とか大腿骨とか頭蓋骨とか持ってかれたりしたらヤバそうだよね。いやマジどうでもいい。まあともかくここの冬季大会で優勝すれば竜の玉がもらえるから。はーい。つうことで来ました。おお、なんかやってるね。てかこの木の上で戦うの、結構危なそうじゃね？私なんか戦う前に、バランス崩して落ちちゃうな。確かに後ろから押したくなるね。え、押さないでよ。西と東って、なんか相撲みたい。西、東だっけ？相撲って。確かそうだよ。ね、こいつ確か岩落としてくる攻撃めっちゃ強かったんじゃなかったっけ？確かにそうだけど、それは初めて魔法使いの村に行く頃のレベルでの話だったし。まあ今だったら全然苦労はしないんじゃない？ほら。いや、これは私がとっさに攻撃力防御力アップの魔法を使ったからだよ。そして攻撃は一撃。ふん、私の起点の勝ちだわな。ふふ、まあそれでいいけど。いや、しかし続くね。でも今度は可愛い。これどこら辺に出てくる敵だっけ？ああ、どこだっけ？ああ、あれだ。コトリフに行く途中あたり。さっきのワニよりも前じゃん。へへ、ぬるいな。ぶっちゃけ身体強化の魔法いらないでしょ。本当の強さというものは、常に最高の力を発揮できる体制を整えておくことなのだよ。へえ。それよりも優勝決定戦だって。最後は、ゴーレム？これはちょっと強そうじゃん。やっぱり身体強化魔法？もちろん。うおー、マジかよ。これやばくね。てか防御力強化されてなかったら死んでたんじゃない？攻撃強いよね。またそうやって事前情報を入れてくんないんだから。とりあえず一番効きそうなセイントアークで。よしよし、いい感じじゃん。敵の攻撃はミスるし。ヒールオーダー。なんかさ、後ろの方であさっての方を向いてるキノコちょっとシュールだよね。確かに、戦いを見に来てんじゃねえんかい。で、ヒールオーダー。ヒールオーダー。なんか攻撃食らってはヒールウォーターで直すの繰り返しだね。いや、敵ミスだわ。チャンスだわ。フェイントアーク。お、麻痺効いたよ。よかったじゃん。実はこいつ麻痺が効くから、セイントアーク使って一回麻痺ったら、あとはずっとセイントアークってれば簡単に倒せるんだよね。マジか。やったぜ。麻痺切れた。やば。もう一度セイントアークだわな。つうかずっとセイントアークってればよかったのに。確かに。
倒しました。おめでとう。なんか偉いあっさりだよね。人間が優勝しちゃってみんなテンションだだ下がりとか。割と誰が優勝とかみんなどうでもいいのかもね。優勝商品はミミックから受け取れって。優勝したやつみんなここで食われてるんだ。そんなのないってば。来年って実はこの大会年に1回だったわけ。優勝者が決まっても普通に続くんだってよ。そっか、もうなんかいろいろよくわかんないね。まあモンスターだしね。そして割とあっさりと竜の玉を手に入れてパラメータも上がったっぽいね。本当に上がったんかな。まあきっと上がったよ。よかったね。わーい。ということで今回はこれでおしまい。次は最後の竜の玉を手に入れに行こうか。オッケー。ではでは。ご視聴ありがとうございました。また見てね。